シュートでは6戦して4勝2敗2つの KO。 一方の小野島幸太は2009年3月20日のデビュー、シュートでデビューを果たしました。さあこの両者、ここは宇野選手、はい、また上を目指すという気持ちに困った試合になると思いますね。そうですね、お互いやっぱ負けられないですよね、ここ。さあまずは低い構え、相手の出方を伺うか小野島幸太、まあ、トータルでできる選手ではありますけれども、シュートボクシングあるいはキックボクシングの試合にも出たことがあります小野島幸太。一方の加藤健二はやっぱりシュートの中では打撃戦を好むという印象があります。ここは小野選手距離ですかね、やはり。そうですね、で入りがある、まあ、小野島選手ですよね。僕小野島選手よく組み技ではよく練習してるんですけど、はい、あの組むと非常に強いというか、力もそうですけど、はい、あのディフェンス能力も非常に高いですね、うん、バックね、こういった四つ組というのも強いんですよね、はい。さあ打撃の交錯か思いきや胴タックル入りました。結構相方でガチ来るとこういう感じ、すごいですね。腰をつけてしまいます。耐久違っても持ってくれますからね、うん。さあ加藤とするとあまりこういう時間は作りたくありません。ちょっと不用意に倒されすぎたかなという感じはしますけど、まだ大丈夫かなというような印象だったんでしょうか。さあここで肘、小野島幸太の方は今年6月の新宿大会の前は2017年、まあ、2年ほど、まあ、1年7ヶ月空いて新宿大会を迎えました。その前が2014年の VTJ 佐藤翔光との戦いということになりますから、ちょっとここ参戦ではありますけれども、途中途中にブランクがあります。そうですね、ただ、まあ、練習、先ほど言ったように結構練習僕もしてるんですけど、はい、やっぱりそんな感じはやっぱしないです。全く休んでる感じしないですよ ね、 そうですね、まあ、またここに来てやっぱ試合復帰して、はい、やっぱりそういった、まあ、気分的にもそういうのモチベーションも上がってると思いますし。さあ一方の加藤健二の方はシュートでは2017年から4連勝、そして今年5月の記念大会でウォーイフルスイングと当たりました。では肘、さあここはまず相手の出方を見ながらダメージを取ることができるか小野島。1ラウンド半分折り返しの地点です。こういったところをやっぱキープしたり、まあ、削る、はい、ことはやっぱ小野島選手非常にうまいですよね。まあ、要は立たせな い、 いうそうですね、相手、まあ、加藤選手もこれやっぱりなかなかこう動きづらい、うん、まあ、足もああいう形で上げられてますからね、こうやって金身背負って起き上がろうとしてもなんかこう立たせてくれないですよね。足がこうキャンバスにつかない状態が続けられそうです、ね、続きます。でまたこういったプレッシャー、いいとこいいとこでこうパウンドを入れてきますからね、はい。さあレフェリーからはアクションという声がかかりますが、さあ小野島が上からプレッシャーをかけます。さあようやく加藤が立ち上がることができました。さあ田原さん、ようやくですかね、はい、加藤はね。そうですね、ま、なんかあの対戦になると立つの難しいなっていつも思うんですけど、逆にここ加藤選手はチャンスですね。しっかりここでもう一度テイクダウン取られないような形で距離ちょっと作りたいですね、離したいんですけど、まあ、体を入れ替えて離れるか、あるいは気を狙うか。ブレイク、ブレイク、おブレイクになりました。ここのブレイクってどうなんですか、選手的には。今のブレイクはそうですね、ここはやっぱり小野島選手逆に気をつけなきゃいけないですよね、はい。さあ改めてスタンドに戻されます。まあ、グラップラーとしてはちょっと嫌ですよね。嫌なブレイクですよね、攻めてて。さあ入ってくる、ザー、まず距離を詰めていったのは加藤でした。改めて距離を見ます小野島。まあ、前線の加藤は魚井戦ではね、まあ、息をつかせないような展開が続いてしまったんですが、やや余裕を持ってスタンドをかわし展開を作れるか。どう、さあ蹴ってきます、蹴ってきます。オーバーハンドは受けた、引き出してくる、パンチ当たりましたかね。ちょっと
今見えなかったですけどパンチ当たったんですかね。小野島の右の額おでこですね、大きく腫れ上がっているようにも見えるんですが、ちょっと入るところにカウンター気味に何か入ったんでしょうか。そうじゃないですかね、ちょっと前のめりに倒れるような形ですね、はい、さあ第1ラウンドほとんど時間がありません。中盤に入って小野島のちょっとカメラがこちら向き、かなりの腫れがありますかね。まあ、これが有効打によるものなのかそれ以外なのか、このあたり。さあここはリプレイが出ていますが、入ってきたところこの後で、あ、もうここで腫れてます、腫れてますかね、この後ですかね、その前ですかね。そうですね、ここ聞いてはないんですけど、あ、ここでもちょっと倒れるような格好です。膝ですかね、ちょっと膝当たりましたよね。でもその前からちょっと当たってる感じで腫れてましたね。さあセコンド陣はアイシングと、ちょっと大きいですね。なんでしょう、これだけ短い時間にこれだけ大きく腫れるっていうのは、ちょっと腫れ方がさっきより急に腫れましたね、インターバル中に。さあレフリーが見ます。ちょっと晴れの、大丈夫、大丈夫なんですかね。これはどういうふうに、まあ、ドクターの判断でいけると、あ、開始されます。2ラウンド開始されます。第3試合バンタム級の3回戦です。第2ラウンドに入りました。1ラウンドの終盤になって小野島のこの右のこめかみの近いあたり、かなり大きく生えています。インターバルの間にミルフィが生えたというような状況でしたね。そうですね、ナイステキなんですね。さあただ小野島とすればこれどうでしょう、止められるかもしれないという気持ちが入ってるかもしれませんね。先にやっぱりもらいたくないですからね、はい、さあ先に動きました小野島。なので小野島選手も詰めて組んでみたいな形ですね、はい、ただ確かにマイクではドクターが大丈夫、大丈夫、そうですね、割と軽い感じでしたね。さあこれが何によってこれだけの腫れが起こっているのかちょっとここでは分からないんですが、さあ試合は継続されています。第2ラウンド開始から1分が過ぎました。変わりなく小野島は動き続けています。さあ加藤も距離を取りながら、宇野選手1ラウンドの終盤加藤もね打撃をかなり当てましたから、そうですね、ただやっぱこういう形になった時にやっぱ見ない方がいいと思いますね、加藤選手、うん、ちょっと見ちゃってる感じがやっぱりしますよね。ちょっと心理的なものですから、まあ、ちょっと腫れが大きいではなく、なんか狙ってる感じ、やっぱその腫れた部分もそうですけど、はい、唾液狙ってる感じもしますよね。逆に小野島選手の方がちょっとやっぱこのダメージじゃないですけど、はい、そこが気になるんで、まあ、自分から攻めるような形ですね。とにかく先にそうですね、当てられる前にと、はい、さあブレイクになりました。小野島の晴れが気になりますが、試合は継続されています。距離が詰まって前に出ます。小野島詰める、プレッシャーをかけます。近い、結構短いところのパンチが小野島選手いいですよね、はい、右のオーバーハンドですかね、うん、これですね。これはちょっと前腕あたりでしょうか。さあ組んだ金網に押していく小野島幸太、右の頭部の腫れがここからは本当に気になりますが、第2ラウンド折り返し2分30秒が過ぎました。おお、肘ですね、今の際での肘です。その島やはり組がこう手札狙われてると思うとやっぱりそっちの方に意識しますからね、はい、そうするときに小野島選手うまくショートの肘を出しましたね。でまたこういう形で手札取れるという、今度は気持ちがしまったというところでまたテイクダウンを取られると。さあ後ろに使えます。なんとか立った状態にはなりましたが、加藤小野島に攻められている状況は続きます。
提示をして、ここは密着した状態ですが、もう一度タックを狙うか。バックに回らせたくないですね。あとは何とかしのぎたいところ。体を入れ替えました。正解で見た。これは有効です。回せ回せ。さあ押して。また体が入れ替わる。足組ませたくないですね、ここ加藤選手は。さあ足を入れました、小野島。外側から足を張っていこうというところか。第2ラウンドも残り1分です。こらえる加藤、この展開が続きます。これは差し上げて落とす。さあここからなんとか暗闇の方で背中を金網を使いながら立とうという加藤ですが、右で外せ、ちょっと小野選手、ね、加藤とするとなんかこう攻め手がね、いやでもやっぱり小野島選手のプレッシャー強いですよ、ね、やっぱり。まあよでもよく耐えてる、こういう形もそうですけど、はい、まあテイクダウンにはねなんとかならないように、そうですね、いいとこまではいかしてないんで、これ逆にまたこれをすることによってこの距離、これチャンスですよ逆に。加藤、残り間もなく10秒です。第2ラウンド。ローから。最後は打ち合いか。プレッシャーをかけます、小野島。ここで第2ラウンド、取りました。さあ、あの選手、第2ラウンド。はい。まあ、あの展開として小野島を押していくテイクダウンを狙うという状況が続いたわけですけど、まあ、小野島選手としてはいいところまでいけなかったですよね、はい、逆に加藤選手がいいところまで作らせなかった。なるほど。そうですね。ただ、まあ、3ラウンドの勝負になるんですけど、やっぱり、はい、あれでやっぱ距離を組ませない、距離を加藤選手が作ってどれだけ打撃当てられるかでしょうね。さあ田原さん、はい、まあ、加藤とすれば、はい、ちょっと離れた位置からきちんと打撃を当てたいんですが、はい、ですね、なんかすごいですね、ドクターね、本当何もなかったですね。小野島選手が押してるって。さあこの状況からもこれだけ晴れがありますが、さあいよいよ第3ラウンド、ファイナルラウンドに入ります。ラスリー、ラスリー。6月8日からわずかの期間でこの7月大会後楽園ホールに登場してまいりました。一方加藤健二は5月大会から2ヶ月置いての出場です。さあファイナルラウンド、ローをカットした小野島、距離を詰めるジャブだ。小野選手このジャブはいいですよね。そうですね、3ラウンド目この開始してからはちょっとあんまり下がらないですね、加藤選手は。なるほど。まあ、田原さん、ここで下がっちゃうとも、はい、そうですね、もう前に出て前に出てですよね、はい、押し込まれちゃうと同じですもんね、また組まれてしまいますね、はい。さあフェイントをかけながら両者手順中央入っていく。そうですね、加藤選手としてはこういう形でプレッシャーかけたいですよね。やっぱ下がってしまうと後手に回ってしまう形ですからね。前にプレッシャーを与えながら前に行けるか加藤。ハイキック悪くない。どう。さあもう一度前に出れるか。細かいフェイントを入れます。肘踏んだ。ここです。あとは小野選手、ここどうするかですよ ね、 そうですね、加藤ね。逆に小野島選手、ここをしっかり、はい、今そうですね、これ今お尻のところロックできたと思いますから、しっかり引き下げるか。これはエルボー、ここはしつこく小野島選手は行きたいですね。逆に加藤選手、ここしっかり切って、はい、距離を作りたいんですけどね。シングルレッグになったか。足を一本引きます。どうする。パンチを出しながら、田原さん、ここで加藤は倒れるわけにはいかないですかね。そうですね、離れたいですよね。さあ第3ラウンドも2分が経過しました。ブレイクです。さあ中央から再開しますが、加藤が蹴りを出して前に出ます。さらに前へ
加藤選手はやっぱり左のジャブからやっぱりなんかこう作りたいですよね。一発狙うんじゃなくてジャブでしっかりこう見せる、はい、まあ、長くは当てるっていうことですね。ジャブね。そうですね。ジャブをしっかり見せてからやっぱり何かを、まあ、パンチ、はい、いきなりこういきなり飛び込んで右手と結構タイミング合わせてタックルとかに合わせられちゃう、組みつかれる可能性がちょっと大きいですからね、はい、さあ3ラウンド目は非常にこのジャブいいですからね。さあそこから突破口を切り開けるか加藤健二、プレッシャーを出します。インド左を伸ばす、前に出られるか加藤、左から右、加藤島も返す、さあやや小野島がプレッシャーをかける、そうとすればあまり触る展開を作ってはいけませんが、ちょっと膝も当たりましたし、結構オーバーハンドも結構今グラッときましたかね、はい、さあここからです。あと勝ちを手にするには相手を倒さなければなりません。そういった状況です。残り1分30秒切っています。ファイナルラウンド、プレッシャーをかける、前に出る、ミドルは払われた、はい、どういいですね今の。さあどちらもまだ、あ、膝を伸び、伸び膝は合わされました。まだある、まだある、1分ある。さあここからだ、ここから前に出る、この順前に出る、組んだ、組んだ、捕まった、捕まっちゃいましたね、加藤捕まってしまった。もう一度離れて打撃を出せるか、この時間帯で。さあちょっと時間がなくなってきたぞ、残り30秒か、小野島が後ろにつきます。そうですね、小野島選手はバンテッドルですね、ここでバックコントロール。さあ苦しい展開になったか、加藤残り20秒、時間がそろそろなくなってきた。後ろからコントロールしながら肩を落とす、あーバックだ、夏が時間はほとんどありません。まもなく3ラウンドの戦いが終わろうとしています。ここでホーン、小野島高さん両の手を突き上げました。加藤はこの表情、最後の40秒ぐらいのこの攻防がちょっと大きかったですね。あそこで3ラウンド加藤は決意して前に出るという、そうですね、流れをつかみかけていたんですが、最初からプレッシャーかけて、まあ、はい、もしか、ジャブも当てて、ええ、いいリズムになってたんですけどね。いや田原さん、はい、最後の最後小野島は加藤の隙にはさせませんでしたね。そうですね、でもしっかりしつこくしつこく攻めていってたんで、はい、さあジャッジです。サブレフリー福田29対28、サブレフリー横山30対28、サブレフリー田澤30対27、以上判定3対0をもちまして、勝者青コーナー小野島コーナー、インドジャッジがいつでも青コーナーの小野島コーナーを支持して3ラウンド判定3対0で加藤健二を破りました。もまあ1ラウンド小野島有利と見て2ラウンド3ラウンドだったんですが、最後はまあ逃げ切ったというか勝ち切りましたね。このおでこの、ね、はい、怪我もちょっと心配しましたけど ね、意外と全く、まあ、どうだ、本当に最終的には、ね、きちんとチェックは受けなければいけないと思うんですが、戻って鏡見てびっくりするんでしょうね。いやでもそこをまあこうねダメージで防御されなかったこともやっぱり勝因だと思いますね。結構あそこね結構ダメージもらうとやっぱり止められる可能性もありましたからね。どうも加藤の方小野島の流れに押し切られたというふうな結果になりました。小野島が判定勝利です。